宇前水沢駅は山形県鶴岡市大広にある東日本旅客鉄道日本貨物鉄道上越本線の駅である旧駅舎短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線計二面三線のホームを持つ地上駅構内東側の短式ホームに隣接して駅舎が置かれておりその向かい側にある島式ホームとは古戦橋で連絡している線名は 一番線が上り本線、二番線が中線、三番線が下り本線となっている。坂田駅管理の無人駅。駅舎内部に簡易自動券売機、自動販売機、トイレなどが設置されている。JR 貨物の駅は、専用線8着のコンテナ貨物、専用線8着の車扱い貨物の取扱い駅となっていたが、現在は取扱いを行っていない。 以前は、駅北東にある水沢化学工業水沢工場へ至る専用線が駅から分岐していた。この専用線は12フィートコンテナによる製品輸送やタンクコンテナによる化学薬品の輸送などに使用されていたが、2014年5月頃をもってトラック輸送に切り替えられた。このため当たり駅は鉄道要欄では2014年版から、 貨物時刻表では2015年版からオフレールステーションとして扱われるようになった。2015年3月改正時点では、坂田港駅との間に6往復のトラック便が運行されている。かつては安中駅からタンク車で農流産が到着していたが、タンクコンテナ化に伴い2008年に廃止された。1985年時の常備貨車は多岐6050計算量。 多一15,900計一両、水沢科学工業所有1日平均乗車人員、及び年間乗車人員の推移は、以下の通りであった。ありがとうございます。